アクセス制御の基本要素として AAA という言葉を紹介しました。オーセンティケーション、認証、オーソライゼーション、認可、そして最後はアカウンティングです。これまで認証と認可について学習してきました。今回はアカウンティングについて一緒に勉強していきましょう。お世話になっております、マサルです。今回はアカウンティングについて一緒に勉強を頑張っていきましょう。認証と認可については言葉でイメージできるようになっていると思いますが、アカウンティングと言われても何をイメージすればいいのかパッと思い浮かばない方もいるかもしれません。まずはアカウンティングという言葉を見たら、ロギング技術、ログを取ることだと思ってもらえれば OK です。それでは具体的にアカウンティングについて学習していきましょう。まずそもそもログとは何かというところから考えていきたいと思います。ログとはコンピュータの利用状況やデータ通信など履歴や情報の記録のことをログと言います。ではなぜログが必要になるのかというと、ログはシステム不具合発生時の原因追及やインシデント発生時の責任追跡などで利用されるからログが必要なんですね。一言でログといってもログには様々な種類があります。例えばログはこのような種類があります。システムログであればログインやログアウト、システムの起動などの情報が記録されていますし、アクセスログではアクセスしたユーザーの日時、製品などの記録がされています。通信ログは接続先、接続元、プロトコルや転送データ量などが記録されています。セキュリティログではウイルススキャンの結果などが記録されています。ここに書いている以外にも様々なログがありますが、これらのログを全て取得すればいいというわけではないんですね。全てのログを片っ端から取得してしまうと、本当に必要な情報を見逃してしまったり、ログを分析するのに時間がかかりすぎてしまったりするからです。ログの取得は必要十分な情報を取得することが大切です。不必要なログは取得しないということですね。あとログに関しては実際の支援者の問題でログの内容を読み取らないと答えられない問題が出題されることもあります。ログは英語で出力されるので英単語がわからないとログの内容がわからないですよね。英語に苦手意識がある方には大変かもしれませんが、ログを読むために一定の英単語は理解しておく必要があります。例えばワーニングであれば警告、エスタブリッシュであれば接続の確率、リレーであれば中継、リプライは応答、フェイルは失敗、アクセプトはアクセスの受け入れ、ディナイはアクセスの拒否、アノニマスは匿名のという意味を持っています。このあたりの単語はしっかりログを読むために理解しておくことをお勧めします。それでは次に実際の運用面からログの管理を考えていきます。ログはシステムが動いていると発生するので、各機器が動いていればログは各機器で発生し記録されることになります。トラブルが発生した時のことを考えてみてください。管理者がログを分析しようとした時に、各機器に対して一つ一つアクセスしていては分析するのにすごく手間がかかってしまいますよね。なのでログを一元管理するためにログサーバーというものが使われます。各機器はログサーバーへログを送ります。ログサーバーと各機器が今このように通信をしているわけなんですが、このようにログサーバーと通信するプロトコルとしてはシスログというものがよく使われています。シスログという言葉もしっかり覚えておきましょう。シスログというプロトコルを使って発生したログをログサーバーに送ってあげているということです。管理者はログサーバーにアクセスすれば各機器のログを一元的に見ることができるので、トラブル発生時のログの分析などスムーズに行うことができるようになります。ところでここで一つ問題を出してみたいと思います。各機器で発生したログはログサーバーに送っています。ログサーバーに送っているということは、各機器のログとログサーバーでログが重複して存在することになりますよね。この場合各機器のログは消去しても問題ないのでしょうか。セキュリティの観点からどうするべきか少し考えてみてください。それでは話していきます。セキュリティの観点から言うと、
各機器のログは一定期間残しておいた方がいいとされています。理由は各機器のログとログサーバーのログを比較することでログの改ざんを発見できる可能性があるからです。例えば攻撃者が攻撃を行うと攻撃した形跡がどうしてもログに残ってしまいます。それらのログは攻撃者にとって都合が悪いので攻撃者はログの改ざんを試みます。例えばこのサーバーに対して攻撃を行って攻撃がなかったかのようにログの改ざんができていたとしてもログサーバーにすでにログを送っていればログサーバーと機器間でログの差分が生まれることになります。ログに差分があればログが改ざんされた可能性、攻撃された可能性にいち早く気がつくことができます。なので各端末にあるローカルのログはログサーバーに送ったとしても一定期間保管しておくのが望ましいとされています。あとはログの管理で大切なポイントとして理解しておきたいのが時刻同期です。ログサーバーで情報を集約したとしても機器によって時間が異なると分析を行うときにログの前後関係が分からなくなってしまいます。そうならないように各機器はローカルで時刻管理をするのではなく NTP サーバーを使って時刻同期をさせておきます。そうすれば各機器は NTP サーバーの時刻情報をもとにログを作ります。こうすることで統一した時間でログを管理することができるようになり正確な分析ができるようになります。 NTP サーバーを使って時刻同期を行う、ここもとても大切なポイントなので覚えておくといいと思います。それでは最後に理解度テストやっていきましょう。動画を止めてチャレンジしてみてください。はい、それでは答えの発表です。アカウンティングという言葉を見てパッとイメージが浮かばない方はロギング技術、ログを取ることを言っているんだなと思い出してください。ログは必要十分な量を取得するようにしましょう。ログは英語で書かれているので英単語の意味も最低限覚えておきましょう。エスタブリッシュであれば接続の確率、アノニマスであれば匿名のという意味を持っています。そしてログサーバーと各機器が通信するプロトコルとしてはここは何だったか覚えてますか？はい、シスログですね。シスログがよく使われます。そして各機器は NTP を使って時刻同期しておくことが大切だという話もしました。いつもならここで動画終わりなんですが今回少しだけ余談を話させてください。ここからは完全に余談なのでお時間ある人だけ聞いてください。アノニマスの仮面についてお話ししてみたいと思います。アノニマスと聞いてこの仮面を思い浮かべる人もいるかもしれません。よくこの仮面をかぶった人がどこぞのサイトを攻撃したとか何かのデモをする人がこういった仮面をかぶっていたとかそのような場面でこの仮面見かけることがあると思うんですよね。この仮面はアノニマスという集団のトレードマークとして使われています。アノニマスというのは2003年頃に4ちゃんで結成されたインターネット上の活動家たちが緩やかにつながりを持った国際的なネットワークだと言われています。どうしてこんな仮面をかぶっているかというと、もともとこの仮面は映画の V4 ベンデッタで有名になったガイ・フォークスの仮面なんですよね。V4 ベンデッタもとても面白い映画でおすすめです。見えない力を考えさせられるような映画ですね。現在の我々の世界もそうなってきてますよね。ネット上の見えない力であったり、誰が書いたかわからない情報や憶測や噂など、様々な見えない力によって日常の行動や気持ちが左右されることがあります。今回はアノニマスという単語が出たので、こういった話をさせてもらいました。試験勉強も大切ですが、今回ご紹介した映画なんか、ご自身の好きなものを取り入れながらうまくバランスをとって勉強していけるといいですよね。それでは今回の動画は以上です。この動画が気に入っていただければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。あとはもし友達で支援士の勉強を頑張っている人がいればその人にもこの動画をシェアしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。